さあ時刻は午後2時を回りました FM ギノワンを聞きの皆様こんにちはこの時間はですね毎週水曜日のこの時間、えー、健康情報番組生き生きライフをお届けしますこの番組はこの番組はこの番組は,この番組はギノワ市民のリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう ノ乃湾司法そして新聞記事専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を、えー、お送りしていくことが目的でございますさあ、えー、お相手はですね FM ノ乃湾の、えー、山内でございます43歳、えー、要介護ですかね、えー、介護料金が発生するんだっけ40いくつだとという 時期にささ差し掛かってですねやはり健康が気になる、えー、お年頃になっております皆様最後までお付き合いくださいさあ番組では健康や福祉に関する疑問、えー、質問ご意見などメッセージを募集しておりますメールアドレスが 797@fm ぎのあん .com 797@fm ぎのあん .com でございますまた FM ぎのあんでユーストリームツイキャスで さらに、サイマル放送でネット配信も行っておりますよ。ツイッターも連動しています。たくさんツイートよろしくお願いします。ハッシュタグとかで、FM、え、着、ー、ワ案とかつけていただくとありがたいと思います。つつそして、サイマルラジオでは、全国どこにでも音楽とともにラジオを聞くことができます。FM 着ワ案のホームページや無料アプリ、リッスンラジオで聞いていただければと思います。 ぜひ皆さん、えー、よろしくお願いしますさあ、えー、ギノワンヒルズ通り沿いにあります日本一素敵な景色の見れるスタジオよりこのあと、えー、2時半まで生放送でお送りしていきますので皆さん最後までお付き合いよろしくお願いしますそれでは一旦 CM です 皆さんよろしくお願いします。 さあお送りしておりますイきイきライフでございますこの番組はえー、ギノアン市民のリスナーの皆さんがですね心も体も元気で健康な生活が送れるようにえー、情報を発信する番組でございますお相手 FM ギノアン山内です皆さんよろしくお願いしますさあえー、まず最初はですねこの司法 司法のですね市民と姿勢を結ぶ司法技の案からですね、えー、今月の健康福祉の情報をお届けしたいと思いますまずはですねこの眼中広場というのがありますこれは動作法教室というものこれねあのー、詳しくはちょっとね是非、えー、呼んでねこの人を えーとやりたいなと思うんですがえーとですね「頑丈広場」というのがどんな、えー、ものかというのはちょっと詳しくはね後ほど紹介していくんですが、えー、専門スタッフの指導のもとわいわい楽しい仲間たちと一緒に姿勢や動作を整えるという、えー、広場教室でございますね。 やっぱりねこの姿勢から健康は来ます来たりもするということです、えー、どうしても猫背とかね背中が曲がってしまうと、えー、内臓にも良くないよということなので、えー、この姿勢や動作を整える教室ですね毎週金曜日の10時から12時まで場所が赤道老人福祉センター場所が 赤道老人福祉センターで行われます。行われております。さらに、えー、毎週金曜日の午後2時から4時までは、入原老人福祉センター。これは毎回、えー、先着10人までとのことです。受講料はもちろん無料。申し込みも不要です。当日ね、行っていただければ問題ないです。市内在住の65歳以上の方、 でございますよはい、い、えー、姿勢や動作を整えるという教室でございます。ぜひ皆さんねあの、お仲間連れだってわいわい楽しくやってる雰囲気ですので、ぜひ行ってみてください。詳しくは介護長寿課までお願いします。よろしくお願いしますね。さあ、続いて。 水中運動教室の受講生募集も出ておりますすごいね水中運動教室の受講生募集水中では浮力の動きで膝や腰に負担をかけず運動することができ膝痛腰痛の予防や緩和に効果があります水中運動教室膝痛腰痛アクアで売バ買イバイ教室 とといいうこでですすよ、えー、面白いですね水中運動教室題してタイトル「膝痛腰痛アクアでバイバイ教室」でございます皆様ぜひね、えー、参加してみてはいかがですかこれいいなあのー、ですねこれいいっすよやっぱね水中運動というのは やはりねあの筋肉をしなやかに、えー、鍛えていきますしなやかな筋肉を鍛えられますので非常にいいかと思いますね、えー、日時が9月18日から20日11月20日まで、はいえー、午前10時半から12時まで毎週火曜日の全9回だそうです。 来月9月18日の火曜日から11月20日20日の火曜日まで、えー、朝の10時半から12時まで毎週火曜日行われるとのことです場所が JSS スイーミングスクール沖縄中央で定員は20人もし定員にですね、えー、足した場合抽選で行われるということです、えー、市内在住で40歳から64歳までの えー、方平成29年4月以降に特定検診または人間ドックを受診し検診結果を提出できる方医師からの運動制限がない方に限りますさらに原則として全日程で参加できる方となっております、えー、受講料は無料募集期間がです、ね、8月20日 今週の月曜日から、えー、9月7日の金曜日までとなっています。受付方法が電話または窓口で受付後、検診結果を保健相談センターへご持参していただきたいと思います、えー。詳しいお問い合わせ、保健相談センター898-5583までよろしくお願いします。これ、いいですよ、えー。水中運動教室ということで、 えー、膝痛、腰痛バイバイアクアでバイバイ教室でございますいいですねはい、えー、毎週火曜日に行われてしかも40歳から64歳まで、えー、無料でこのねあのいろんなこの水中での筋力、えー、筋力トレーニングの方法なんつのを学ぶことができますのでぜひ皆さん、えー、保健健保健センター 保健相談センターまでお問い合わせしてみてくださいさらにこれもいいっすね栄養お口の健康教室はい見落としがちな口腔の要は口のね健康ケアと簡単な栄養効は調理実習を通して日頃の食生活について見直してみませんかということです すごいいいこの何て言うんですかねイベントいいこの健康への取り組みしいっぱいやってますねぜひねあのやっぱねこの何て言うんですかね健康のポイントをやっぱりこの専門家だけに押さえてると思うんですよこの姿勢まず最初にね相談した姿勢は大事ですさらに水中での、えー、筋力トレーニングももちろん大事さらにお口の中というのも 非常に今ね、あの航空ケアというのは、えー、注目されてです,、ねえー、ですね、大事だよなんつって言われてますので、えー、こちらもぜひ皆さんあの参加してみてはいかがでしょうか。えー、これがですね、日程全3回あります。まずは9月28日金曜日、これは航空ケアでございます。10時から12時まで、朝の10時から12時まで。 えー、続いて10月5日金曜日栄養教室がありますこれも10時から13時まで3時間ですね10時から13時まで、えー、さらに栄養これも栄養これは調理実習になるのかな最後は、えー、10月12日金曜日ですね10時から、えー、午後1時まで13時までとなってますもう一回言いましょうね航空ケアの ええー、講話はですね、口腔ケア、健康ケアはですね、9月28日金曜日、えー、朝10時から、えー、12時まで、朝10時から12時まで、さらに、栄養、この栄養講話に関しては、10月5日金曜日、10時から1時まで、さらに、えー、これは調理実習に最後はなるんでしょうか。 10時から12時までの金曜日となっております。はい。えー、とですね、場所が中央公民館の2階調理室ありますね。中央公民館の2階の調理室でございます。対象が市内在住の65歳以上の方。はい。えー、65歳以上の方となっております。定員は16名。 申し込み多数の場合は抽選とさせていただくとのことです参加費はもちろん無料もうねこの3つとも無料というのが素晴らしいですよねさすが C でございます、えー、申し込み期間が8月20日月曜日これも月曜日ですねから9月7日金曜日まで先ほどの水中運動教室と一緒でございます受付期間、えー、申し込み方法は電話または窓口でお願いします、えー、お問い合わせが介護長寿か 内戦の204となっております。介護長寿間内戦の204、えー。もう一つまで紹介しましょうね。ウォーキングデイ、楽しくダイエット、筋力アップということですよ。はい、これはね、もう説明不要でございます。ウォーキングして、楽しくダイエットして、筋力をアップさせようという、えー、イベントでございます。毎月、 第2第4月曜日の9時からとなっておりますちなみに9月は10日のみとなってます来月は10日のみ、えー、帽子のものをぜひご持参してくださいまた、えー、悪天候の場合は中止となります場所が憩いの市民パーク、はい、憩いの市民パークいこぱですねえいこぱいい公園ですからねウォーキングにも持、えー、ってこいでございますえ対、ー、象 市内在住で運動制限のない方そう、これはね、年齢制限ありませんよ。皆さん、ぜひね、あのウォーキングで楽しく、ダイエット筋力アップしてはいかがでしょうか、えー。ストレッチ、チュラガン重体操もやります。さらに、公園周囲を1時間程度のウォーキングを行います。えー、問い合わせ、保健相談センター8985583。 までぜひお問いい合わせくださいこれはね別にあの何人とも決まっておりません年齢制限もありません、えー、毎月の第2第4月曜日9時からウォーキングしませんか皆さんえーね、顔見知りも是非見つかると思いますはい、えー、よろしくお願いします以上宜野湾市の司法からお伝えしました さあここで一曲をお届けします音速ラインでスローライフ あ、おー、皆さん、おはようございます。こんにちは今日は沖縄蒸し暑いです。おー、お、ひふみんもいる。ごくんちょ。歩くの大事。ありがとうございます。ひふみさん。ひふみさん、あれよね。細まっちゃうよね。どんなしてるんですか。細まっちょ 沖縄はでも今暑いっすよね323度はあるんじゃないですかね外ねめっちゃ暑い今日はマジ8000牛乳配達で すごいなあ。夜は食ってます。なんかね、やっぱ泳ぐのもしたいね。泳いだら気持ちよくてよくないですかなんか筋力もつくしね。海で泳いたいな、海で。プールもいいけど。 海とかか行きましたかプールとかみやさんとかひいふみさんはこの夏ああやっぱそうだよね僕もね割とでも最近ちょっと食い過ぎてんだよ、ね すごいね腕の筋肉がすごそうですね。 さお遅れしている曲はですね音速ラインでスローライフでございますさあここでコメント来ております皆さんありがとうございますひ、えーふーみー,ーさんごくんちょ皆さんも、えー、来てますなんと皆さん、えー、滋賀県ですけども37度もあるそうですひ、えーふーみー,ーさんは、えー、実はねひーふーみーさん細マッチョなんですけど、えー、毎日仕事で平均8000歩歩歩くから健康健脚だよってきてます すごいね、8000歩は。さらに夜は晩酌のつまみだけということで。これがね、果たして健康にいいのか悪いのかはちょっと置いといて、あのー、非常に細いんですよね。細マッチョ。はい。えー、そんな日踏みさんですが、この間の日曜日は、えー、これ、魂さんという、この、なんだっけ、シャオロントゥー・ザ・スカイの、えー、魂さんの、えー、ライブ・アット・グスク・フェスで、 えー、ボランティアで駐車場が借り合って3万7000歩歩いてた <laughs> すごいね3万7000歩すごすぎますねその後ビールが非常に美味しかったでしょうねさてミヤさんの場合はね、えー、1 5キロの息子を高い高いするととてもいい筋トレになりますということでそうですよね皆さんねやっぱりねあの何、ー、て言うんですかね自分でねできるような えー、この何て言うの健康への毎日のルーティンというかそういうのがあるといいですよねえひふみさん血豆で来てた <laughs>、はい、血豆がねできそうにないですけどね僕はね本当にすごいですはい銀トロさんも靴がかわいそうということでいやいやいやその分ね、えー、健康になれますから あのー、僕はやっぱ週1、2ぐらいのそのフットサルぐらいなんでなかなかね、それでもやっぱりね、あのー、割と体力ついてきましたね。この前、あの何、ー、て言うのかな、毎週やってるメンバー以外の人たちがの集まりがあって、フットサルのね、やったんですけど、やっぱりこの同年代の中では、僕は突出して、あのー、動けてましたね。あんまりこう 生き母はするんですけどそこまで疲れなくやれましただからねだいこうなんていうの毎日のこの積み重ねっていうのはやはり大事だなと思いますねはい、えー、週1回2回でも相当体力がつくのでぜひ皆さん先ほどね、えー、紹介したこの取り組み死の取り組みやってみてください また、えー、そろそろね生き生きライフお時間となってきましたが、えー、皆さんあのー、暑いです、今本当にね熱中症に気をつけてください、えー、熱中症の症状としてはですねめまいや顔のほてり筋肉痛や筋肉のけ験痙攣体のだるさや吐き気汗のかき方がおかしい体温が高い皮膚の異常などなどがあります。 えー、ぜひね熱中症かなと思ったらです,、ねえー、すぐに医療機関へ相談または救急車呼びましょうこれね恥ずかしがらずにまずは相談して救急車必要だったら呼びましょうね涼しい場所に移動し衣服を脱いで、えー、体を冷やして体温を下げましょうまた塩分や水分を補給しましょうということですよ。 え応急処置のポイントとしてはやっぱりこの3つのポイント大切なポイントがあります涼しい場所へ移動する先ほどね言ったみたいに衣服を脱がして体を冷やし体温を下げましょうまた塩分や水分すぐに補給しましょうスポーツドリンクなどを飲ませた方がいいようですまたオー嘔吐の症状が出ていたり意識がない場合は誤って水分が気道に入る危険性があるので無理やり水分を飲まさず 救急車を呼んでください特にね意識がな,ないとかの場合はですねぜひ、えー、救急車呼んでいただきたいと思います皆さん今日は非常に暑くなっているので熱中症に気をつけてくださいさあお送りしてきお送りしてきました、えー、健康情報番組生き生きライフでございますがお時間となってきました えー、来週はですね来週も僕一人かな、えー、素敵なゲストさんいっぱい呼んでいきたいと思いますのでこの番組もぜひ皆さん、えー、聞いてですね健康情報をゲットして皆さん一緒に健康になってできれば、ね、90ぐらいまではやっぱ、ね、健康でガンガン歩けるぐらいの、えー、体を維持していきたいですよね。 ぜひそのように僕はねできれば607070無理かな60ぐらいまでフットサルぐらいはやっておきたいですけどねまあ無理だろうなああどれぐらいだろうねあの僕の知り合いでは55ぐらいでもうバンバンやってる人がいるんですけどはいその人が目標になっておりますひふみさん自分細マッチョではありませんウエストメートル超えてますよでもね細く見えるよね えー、先ほど3万7000歩だっけ歩いたやつは3 0キロだそうです距離にしてすごいね <laughs> 3 0キロ歩いたのと一緒ということですごいな皆、えー、さん最近は風呂上がりに軽い筋腹筋するようにしています筋トレしかしてないいやこれね筋トレ知ってるだけですごいと思うあのー、なかなかね継続できないので筋トレは是非 継続しててやってください、えー、皆さんおじいちゃん無理せんでやって言われちゃうよってことで <laughs> そうだねほんとねみんな心配するはずねえ銀、ー、トロさんフルマラソンで大い4万9,000歩 <laughs> ほぼフルマラソンひゆふみさん、えー、したということですがまあねもう皆さん言うように無理せず楽しく健康は培っていきましょう ということで、生き生きライフをお送りしてきました。お相手は FM ギナーの山内でした。皆さんコメントありがとうございます。ぜひまたご参加ください。それでは、また来週。さよなら。